日常ボール部2年ペイントです。同じく2年じゃない、3年クロナです。ララ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 ラ、どうもオペラ歌手のキング松本です。え、待って、お前さ、ワンダフル松本の兄弟もしかして。待って、どうもワンダフル松本です。よく覚えてるな。ワンダフル松本さんの兄弟ですかもしかして。いいえ、全然違います。マジで、ただの松本つながりなだけ。うわ、マジ、お前がかりとしちゃって伏線回収きた。いやいやいや、何の伏線回収でもないよ。集合、あ、これから先だったわ。今集合してるからね。集合してます。ということで、今日から日常ボール部が、発足いたしました。うわちょっとあの人員が足りないということで、あのオペラ歌手の方にもちょっと助っ人で来てもらったっていう形で。おかしいでしょ人選。あ、待って、そう、実はね、もう一人ね、秘密兵器がいるんだけど、あの、トラゾーっていう、はい、はい、はい、あいつはちょっと今留学してっから。留学してるの。そう、アメリカにちょっと本当のボール部 の、 あの勉強しに行ってるから。うわ、強くなってくるの。強いんだ、じゃあ一番強い、ね、待ってる。これも期待できるよ、うん、あいつが帰ってくるの待ってる。俺たちまでも日本で強くならなきゃいけない、はい、そうだね。なるほど。でも俺3年だからもうすぐ引退なんだよな。いや、最後頑張りましょうよ。もう受験とかいいじゃん、マジで。もう受けんなよ。受けなかったらいいやん。受けなきゃいいの。いや、プロになるから僕ら。そうだよ、受けなくていいか。そうだよ、俺はもう中退しますよ。中退する覚悟なんだったらね。みんな、みんなあそこ見てくれるから、ちょっと。え、どれ、 なんだ、全然見えない。あっち、なんか、あの、すっごい細い線が。あるんだかないんだかわからない線があるよね。はい、あそこが僕たちのゴールなんだ。なんの？いやいや、飛ばしすぎ、飛ばしすぎ。スタートが分かってないのにゴール決められても困るんですよ。何どういうことですか。あそこが僕たちのゴールだから、あの、今からあそこのゴールに僕たちみんな向かっていこうと思う。はい、いや、はい、かちょっと待って待って、何の競技なんですかこれ。日常日常ボール部はボールを扱う競技をまあメインとする、ね、まあ部活なんですけど。ボールがボールで待ってしょう。いや、やば、こうオペラ歌手ってこんな感じなんだ。やっぱり怖いね、やっぱね。感情の起伏すごい、ね、があるわ。今何て言ったか聞こえた。え、爆弾ボールって言ってるんでしょうでしょ。あ、ちゃんと聞こえてるんだ。ちゃんと聞こえてるんだ。そういや、もう事前情報知ってるから爆弾ボールって言ってんだろうなっていう。爆弾ボール、はい、やっせー。なっついな、それ。なんか違うゲームでやってたよね。ああ、確かにクルナさん G のモッドでやってたね。 G のモッドでやってたよね。爆弾どっちじゃないですか、クルナさん。どっちよ、クルナさん。もうこの競技はですね、なんと協力制でございます。単純です、ルールは。はい、手元に、誰かの手元にゲームがスタートしたら爆弾が来ます。その爆弾はですね、7秒間でしたっけ。7秒間ですね。7秒間で爆発する。で、その前にですね、はい、投げてパスするっていう。はい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 。そうすると、そのクールダウンもリセットしてまた7秒からスタートみたいな。うん、まあ、こう爆弾をこう投げ合ってですね、あのゴールまで届けようっていう、まあ、競技でございます。そうですね、爆発させないように、はい、ということで、このゲームですね、はい、ちょっとあの特殊な効果がついてまして、事前に説明すると、はい、こうしゃがみながらジャンプするとね、こう高くジャンプできると。はい、もうしゃがんで1秒以内ぐらいにジャンプ。そう、そうすると、まあこういう木とかの障害物も越えて投げれるっていうね。はい、もうあそこに完全に村があるからね。うん、ありますね、障害物。村を横断していかないといけないか、ちょっと周りの木をこう避けていかないといけないか。あー、まあ、どっちか、ぐるっと回るかっていう。そう、なんかゴルフみたいで面白いね、ちょっと。そうそうそう。コースの選び方があるからね。一回やったんですけど、ちょっとね、はい、試しに投げ合ってみたんですけど、うんうん、非常に難しいです難しいですね。え、これあの距離多分きついよね。そう、これが終わる頃には、うん、俺たち一つになってる。今は三つだけど、うん、心の ATFL 届けても LCL でも液体一つになってるからね、もう。
あ、まあ、じゃあ自己紹介1個でいいじゃん、省けていいね。そうそう、日常組ですで終わりだめっちゃ楽それ。すげえ。まあ一回ちょっとあの練習しようか、はい、練習。あ、あ、OK、はい、です、はい、この、まあ、河川敷でちょっとあのマネージャーいないの？マネージャー？マネ、あの食事とかのドリンクのマネージャーいないと俺もう腹ペコなんだよね。急須とかは特にない。急須走れないんだよねもう。嘘。うん、俺もう走れないんだ。あ、ちょっと待ってね、僕マネージャーになるわ。オペラ歌手兼、オペラ歌手兼マネージャー。マネージャーね。みんなビートルートだよ。なんでだよ。なんでビートルートなんだよ。一番効率悪いじゃん。じゃあまず三角な感じにして、はい、あ、フォーメーションね、フォーメーション組んで、フォーメーショントライアングルにして、これでちょっとキャッチボールしよっか、みんな。 OK です。いいよ、キャッチボールスタート。あ、僕だ。お、じゃあ黒沼さんいきます。よっしゃ、こい。おい、ナイスキャッチ。シンクロでキャッチできます。はい、はい、ナイスキャッチ。キャッチ。え、遅くない、遅くない、そんなチキンで、なんで来いよ。ちょっと主役位置高いな。あ、よいしょ。あ、うまい。ナイス。ちょっと待って。先輩、すいません、受け取らなきゃ、そこは。お前やる気あんのかよ。やる気あんのか。浮き輪あるんすけどね。お前ボールくん舐めてんのか。黒田さんがあまりにも高く飛ぶんでちょっとびっくりしちゃいました、すいません。みんな飛べる飛べる。お前オペラ歌手なのに跳躍力すごいな。オペラなのに、お前すごいね。いいですよね、オペラ歌手が高く飛んだって。なんかあるんすか。いや、なんもないです。金、あのオペラにそんな跳躍力いるのかなと思って。大事なの。いやいや、あーって言うのから。あ、すごい、なるほど、迫力。体で表現するんだもん。そうそうそう、体で表現する時代ね。新時代に入ってるから今。新時代、新時代、新時代じゃなくて新時代なの。新時代なの。ほら、はっ、あれこれね、あの、うん、投げたすぐだと近距離だと受け取れない設定になってるから。あ、そうですね。いや、そのそう、近いところでリレーするの本当できないようになってる。こう不正ができないようになってるから。はい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 。まあこういう、まあばらけた地形でこうやるのも練習になるからね、実際に。ほい、できます、リさん、よいしょ。そうそうそう、ナイスキャッチ。こうやってこうなのよ。ナイス。おぉ、いいぞ。鋭角にね、いい感じ、鋭角に下ろすのよ。そう、ほい、完璧。よいしょ。どこに投げてるバカ。お前は、おい、あー、おい、お前これ近所のエズに謝っとけ。お前窓割ったんじゃねえ今。川が、すいません、中村さん、ごめんなさい、川が反応してるんだよ、お前。行くぜ。なんすの、なんすの、トリッキーな動き。なんだ、誰に来るんだ。なんやろ、そのそのトリッキー必要。動き加えよう、動きを。よいしょ。えごめん。お前、ほんとダメだな。何してんだ、オペラ歌手。チナ、これ作ったの僕ね、一応ね、言っとくよ。一応ね。マウント取ろうとすんだよ、お前。じゃあ、お前一番うまくあれよ、じゃあ。ほい、ナイス。ナイス、ナイス。ほい、ナイス。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ、とりあえず続けてみよう。オッケーオッケー、ナイス。結構いい感じにこうできるようになってきた、リレーが。おーっと、戻ってきた。やってくれんね。ほい、ペンさん、ちょっと上に行くよ。はい、よっ、ほっ、上バカかちょっとどころじゃねえんだよ。おい、中村さんちぶっ壊れるだろ、お前。やばいな、中村さんちぶち壊れちゃうでしょ。やばいな、もうあたりはもうぐちゃぐちゃになってきて。このさ、ジャンプキャッチ成功させたいよね。させたいね。黒田さん、いきます。うまい。これあれだね、あの落下地点じゃなくて頂点で投げるといいね。そうだね、頂点で投げて頂点で受け取る。だから、おー、ナイス。オッケーオッケーオッケー。ほら、あ、惜しい。あ、ごめん。いや、また中村さん違う。もうちょっと中村さん、さすがに切れるよ、マジで。
いや、まだ大丈夫、許容範囲。来るか中村さん、来るか来るか中村さん。お前、おい。お前。お前。なんか期待しちゃうな。俺に中村やったんですから。おい。来ないか、まだ、まだ来ないか。来らないよ。どこ行くんだあれ。ちょっと待って、ちょっと待って、お前本当に殺すよ。え、あれ、お前、お前あれ中村さん家じゃん。ちょ、謝りに行かないとやばいよ中村さん家。やば、ほーらー、キューティクル中村です。どこもビューティフルじゃないけど。いや、キューティクルな、お前。あ、キューティクルか。あ、すいません。すいません。いくぞ。クロノアさん。お前。お前。ああ、お前。いや、そんなフェイクいらないんだって、本番で。そんな気がしてる。協力ゲームだよ、これ。言ってんだよ、そうやって。じゃあ、やりますか早速。行きますか。いや、始まるぜ。いよいよ。いや、緊張感あるな。一発で成功したらマジで熱いよね。練習の成果見せるぞ。見せよ見せよ、本番だよこれ。みんなここまでの練習の成果見せような。見せような。はい先輩。アメリカから帰ってくる虎像のために俺たちも成長見せるぞ。はい、見せようぜ。それでは爆弾ボールスタート。あ、僕だ。いけ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 。よし、止まって止まって、クロノさん行きます。よいしょ、俺走ります、はい、走れ走れ、走れ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 、はいはいはい、行くよ、おい、ちょっと高い、高いな、高いな、やばい、終わった、村人が死んだ、俺たちの青春終わった、すまねえ、くそ、あんな盛大な前振りしといて、こんなワンリレーもできないなんて。できなかった。よっしゃ、行くぞ。オッケー、スタート。よいしょ、ちなみに、あ、また僕だ。頑張れ頑張れ頑張れ、よっ、はい、よし、止まってください、クロノさん行きます。よいしょ、ほい、いけいけいけ、ゴー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 、はい、行くぞ、ほい、そうだ、よっしゃ、ナイス、走ります走ります、行け行け行け、どのコース行こうか、止まって、シナミ行くよ、オッケー、ほら、ナイス、よし、待って、クロノワさんどこ行った、任せろ、待って、怖い、見えない、はいはい、やれ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 、やれ、やれ、怖い、やれ、怖い、ほら、おい、ナイス、ナイス、行け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 、クロノワさん一回降りバスとか、一回バスとか、一回渡す、はい、オッケー、シナミ投げるよ、止まって、よしよしよし、いけんじゃないこれ、いけ、あれ、俺、俺、クロノさん行きます、いけちゃった、いけちゃった、え、ゴール押す、ゴール行って、ゴール、ゴール触って、ゴール触って、触って触って触って、ガッと触って、あれ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 、これ血管、血管。よいしょ、あ、いけた、ここで受け取らないとダメなんだ、まあ、ちょっとずれてたかもね、クロノさん、じゃあちょっとゴールの場所難しくしますか、さっきより、まあな、なんか今の感じちょっとなんか息合ってたよね、もう全然行けそうだったね、山の上とか行っちゃう、あ、やってやろうじゃん、川越えて山の上行っちゃう、まだ中村さん家に置こうとしてるお前それ。中村さん家どこ、ここか、中村さん家の屋上、中村さん家の中村さん家、これゴールだね、伏線回収これもしかして。よし、お前らさっきまでのゴールは予行演習だ、いい感じに、まあできなかったしね、うん、いい感じにいけるってことが分かった、俺たち、オッケー、もうこっからはノーミスでいくぞ、オッケー、はい、それでは爆弾ボールスタート、じゃあ誰だ、俺だ、誰だ、水か、
投げるよ死神。ごめん止まるの遅かった。俺たちのスタート地点がスタート地点か。もっと難しい感じになっちゃったじゃん。じゃあ行きますか。行くぜ。よし来た。俺です。オッケー早めに開けたろ。一回もらうわ。黒菜さんパスします。オッケー。じゃあ僕やばい右側に回り込みたいけど山があって邪魔だ。やばいやばい俺が走ります。一回センサー行った方がいい。いやお願いします。オッケーナイス。山登ります山登ります。山の奥が来た。間に合うか。一回ナイス死神あぶね。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。川行きます。行きますメイさん。よいしょ。オッケーナイス。クロさん高だ。川渡ってる。そこで投げます。オッケー。うん、いけるのかこれ。ナイス。そこだクロさん。水入ってくれ。行くよ行くよ。はいはいはい。オッケー、オッケー。上で奥行くわ。死神、死神の方に投げます。死神、そこ。ちょっと待って。待って待って、そこで行ける、そこで行ける、行ける、行ける、行ける。ナイス。ここで行けるんだ。ちょっと待って、ペンさん行く、はい、行くね。オッケー。クロノさんが後ろから来てるぞ。反対側の上にいる。ちょっと高いかも。ごめん、ナイス。これ一回ジャンプ、ジャンプで渡すわ。オッケー。よいしょ、死神くん。オッケー。で、登れ。ナイス。よしよしよし。ちょっと待って。乗った。クロノさん行き、行きます。行きましょう。ペンさんに、ペンさんに。待って待って待って、今頑張って登ってる。もうちょっと待って。待たせよ。パスして。はい。オッケー。ナイス。でどこ？あ、クロノさんに渡します。クロノさんに渡します。近い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 。ああ。クソ。待ってごめん、僕が今突っかかってた。うわマジで。これ反対側だった。マジ。むしいよ。いやでも待って、めちゃくちゃ一つになる。右ルートから行った方がいいかな、左かな。あ、なるほどね。左側ちょっと急角度すぎるね。急すぎてね。よしじゃあ右で行きましょう。はい行きます。よいしょ。俺ここだ。一回止まります。はい、よし行く。よいしょ。えやばい、やばい、俺、あーごめん、待って、待って、投げちゃった。投げた、どこどこどこ、投げた、早く投げるよ、待って、はい、見て、危ねえ、あー水虫。いやー、いやーなったらよく取れたな、ここ。いや、マジで、すごい、自分でもびっくりしてる。やばい、スタート。むず中村さんち。渡せよ。はい、ちょっと間の方に。ナイス。よいしょよいしょよいしょ。死神投げる、待て。はい、オープン。オッケー、ナイス。俺上にいる。ペインツさん行きます。オッケーオッケー。元奥行くわ。お願いします。投げます。オッケー、オッケー、ナイス。いいよ。水渡んの怖いね、今。怖い怖い怖い。俺が行く。よし。よし。渡る、渡りきる。いや、行け、行くよ。はいはい。はい。頑張れ、ナイス。俺、奥に。すごい海の中のキャッチ。送ります。うぶね。おお、ナイス。ナイス、ナイス。登れ。誰が持ってる。はい、俺渡す。一回渡す。オッケー。待って、クロノさん見てて、クロノさん見てて。登りました。クロノさん行きます。よいしょ。うわ、行けるか。よし、ナイス。行ける行ける。どこどこ、反対側だ。まだ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 、頼むぞ。死神くんに当てて、死神くんに。死神くん、はい。あごめん、僕が遠く行ってリレーすればよかったね、これ。いやちょっとペイントさんマッチすればよかったんだ。そう、リレー、そこでワイプじゃなくてリレーして、俺が高いとこ行っていくしかないかもしんない。はいはいはい、なるほど。っておもろいかも、このゲーム。そういうのもあるのか。よし。なるほど。行くぞ。行きます。OK。おい。俺だ。俺俺俺。待ってします。クルナさん。よいしょ。ナイス。いいよ。だからジャンプしながら受け取ろう。じゃあ行くぞ。はい。よー。OK。ピンクさん行きたいかも。オッケー。よいしょ。ナイス。オッケー、ナイス。あ、怖い。今ちょっと焦りすぎてマウスがブレた。クルナさん行きます。オッケー。大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。
一回ここループしようか、じゃあしんやくんと。 OK です。じゃあ俺こう川越えます。はい。いいよ、いきます。うい、はいよ。リッドいけるか。 OK です。いきます。でまた2人のループをしてくれて。あ、そうか、そうか、やばい。止まって、どうしよう。投げる。ナイス。ちょっと、渡ります。ピンさん行きます。オッケー、クロンさん投げます。いや、待って、行こう行こう。オッケー。じゃあ、死神が登ってる。死神が登って。オッケー。ほい、ナイス。いいぞ、この渡し方いいぞ。よし、いいよ、いいんじゃない。はい、ナイス。ナイス。俺に渡して、俺に渡して、俺に渡して、死にがみ。オッケー。クロナーさんが次登るから。さらに上行こう。ナイス。クロナーさん行けるか。無理だったら俺に渡して、動いてないから。ちょっと怖い。あ、ごめんなさい。ナイス。本当に受け取って2人でやってリレーして。まずまず、これで。よし。待ってて、俺今行くから。ちょっと待ってね。まだまだね。まだまだリレーしてて。はい。よし。まだリレーしてて。実は来てる。待って待って、まだ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 、しゅんしゅん、よい、やばー、マジかー、やったー、ごめん。やばい、落ちちゃった。うわー、目の前にゴールがあるんだけど。マジで位置変えたらダメだ。何やってんだよ、死神。いや、どんどん難しくなってっちゃってるから、山頂が。そうだね。なんとかここでクリアするぞ、お前ら。オッケー、行きましょう。クリアしよう。よし、行くぜ。行こう。スタート。まずは僕がここで受け取る。よいしょ。いいよ。え、ペイントさんに結構なロングパス。ナイス。ナイス、距離稼ぎ。ちょっと今マウスカーソルバグってた、マジで。怖かったよね、今チラチラしてた。うん。よし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 。え、ちょっとどうしよう。じゃあループしてもらっていいですか。俺川越えます。クロナーさんから打ってると思う、川の奥に。打てる打てる。ちょっと待ってください、ね、馬怖いな。馬怖い、マジで。マジモブ怖い。馬邪魔だ、馬邪魔だ。馬くんだ。俺いつでも行けます。オッケー、俺行くか、ね、じゃあ。よし、時間使うよ、時間使うよ。ナイス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 。これ6秒で届く。どっち届くかな。行けます行けます、大丈夫です。で、俺また受け取るわ。しんやくんも大丈夫。大丈夫。クランさん投げます。死神登るんだな、これ。登る感じだ。オッケー。登る感じで。ちょっと待って。はぁ、緊張感。若干登ったらもう行っていいよ。若干登った。受け取り人になるわ、じゃあ、基本的に。あ、てか、めっちゃそこあるかも。あ、でも6秒かかっちゃうかもな、上からだと。いやー、ちょっと怖いな。行けるかな、これ。いや、いけるいける。よし、オッケーオッケーオッケー。で、じゃあ、クロノアさんに渡しますね。オッケー、じゃあ、俺登るわ。俺登るわ。うん。でもね、対岸から投げた方がね、安定する。安定感はやばいっすね。ただ時間がね、まあ大丈夫。俺が渡る時間がね、結構かかるかもしれない。やっぱり。椅子？二人でパスしやすい場所を確保して。いや、ここマジぐじゃぐじゃなんだよな。死神、俺そろそろ行けるよ。後ろ一瞬だけ見てもらっていい？あー、ごめん、分かんなかった。オッケー、大丈夫。いいよ。チャラッと見て、ほら、ここいる、ここいる。オッケー。じゃあ、フィンドに渡すよ。はい。お！え、これ届く6秒で。ナイスロングパス。よし、いけるいける。しない、いくよ。はい、登るわ。この距離近くね。うわ、ナイス。あー、いけるんだ。俺離れる、俺離れる。よいしょ。します。リレーします。クルナーさんがゴール行ってください。俺ゴール行く。オッケー、ゴール行ってください。もういけると思う。よし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 、登りきったぞ、やば。いいぞ、きた。スクロナー来てる。もう一回、もうワンループさせて。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ちょっと距離取る。オッケー、いきますよ。いいよ。おらー、よっしゃー、やったー。いけた。うわー、もう中村さん5万円よ、こんなの。いや、まあ今日から始まったこの爆弾ボールって競技ね、これからちょっといろいろルール改定されて、はい、難易度が調節されて、はい、あのアメリカからの助っ人がね、アメリカの留学から帰ってきたら、うん、またやりましょうよ。うわ、これ4人だともっと盛り上がるぞ、絶対。そう、4人で難易度をめっちゃ爆上げして、絶対に同じ人には渡せないっていう風にしよう。そうしましょう。待ってろよ、世界。日常ボール部が取ってやるからな、世界を。世界には何が待っているんだろう、この世界は。